まずキモちゃんが大好きなお父さんに手紙を書いてきました。これから読んでくれます。とうとうへ18年間お相撲お疲れ様。私がお相撲をやめないでって言ってやめないでくれてありがとう。私はトートが洗い髪の時しか肩車ができなかったけど、お相撲をやめ今髪を切ることが少し嬉しいです。断髪式が終わったら必ずどこかの場所に連れて行ってね。するとお菓子もたくさん買ってね。約束。大好きだよ。これからも家族3人で仲良く暮らしていこうね。キホより。それではあなたからの投稿です。どうもありがとう。大好きなトート、トートお菓子もたくさん買ってあげてください。ぜひ。そして奥様砂尾さんからの花束です。これからはこの方と神さん、そして清さん支え合って新しい親方人生に乗り立っていきます。それでは皆様に何一度大きな拍手をいただいていいでしょうか。今しばらくご協力